ビットコインが、うん、あの対そのドルとか円とか、うん、その法定通貨に対して上がってるのはやっぱ近年の金余りがあるからね、うん、要は新型コロナウイルス騒ぎでたくさん補助金とか出てるじゃない、うん、銀行の融資もしかも金利ゼロとかで融資した実質ゼロとかで融資したりとかしてて、うん、実はすごい大手の金融機関とかお金持ちにはお金余りの状態になってるから、うん、それが行き先をなくしてるわけよ 何かに投資しなきゃいけないんだけど、うん、なんかないわけよ、そういう。1ビットコインずつぐらいしか取引できません。だとするじゃん。でも、なんか知らないけど、ビットコインが欲しいっていう人が、1万人とかいたら、めちゃくちゃ上がるよ。うん あなんでもそうやけど、ルイ・ヴィトンのバッグが欲しいとか、人気って、うん、わけわかんないものじゃうん,、うん。それは株も通貨も全部そう。要は、うん、ビットコインはどういう状態にあるかっていうと、買えなかったら何もないのと一緒じゃん。うん、そこで、まず取引が広がってないと、自由に売買できないじゃん。うん。値上がり目的で買う人も、売れないんだったら買いたくないわけよ。 もう今すぐ売りたい、今すぐ買いたいができるものって意外と少ないんですよ。同じようにビットコインもイーサリアムもすごい人気がある暗号通貨で政府の規制も受けないから、うん、ブラックマーケットの人たちも買えるわけですよ。うん、だから結構実は買いたい人たちが、買いたい人売りたい人がたくさんいるし、政府の規制はあまり受けない仕組みなので結構人気がある。うん、の割に全体の買えるビットコインの 総額が、米ドルとか日本円とかに比べたら全然ちっちゃいわけですよ、<ー>サイズが。通貨としてはすごくメジャーなんだけど、はい、実際に流通している量はめちゃくちゃ少ないわけ。だ、うん、から要はちっちゃい、<ー>その全体の額がちっちゃいところに大金がボーンって流れ込んだら、<ー>簡単に上がっちゃう。あの、今、ロビンフットっていう、はい、あの株取引、スマホで簡単取引スマホ、あの株取引アプリっていうのがアメリカで流行ってて、うんうん、それが、そのコロナで給付金みんなもらってんじゃん。 うん、それはもう失業者とかでもみんなもらってるわけ。うん、結構な額の取お金をもらってて、うん、そのお金を使ってロビンフットで取引をしてるで、それがすごく面白くて、ゲームストップっていう会社があるんですよ。はいはい。アメリカのそのゲームストップって会社は結構もうみんなオンラインでゲームとかやるし、うん、そういうところに買って、 買いに来るる人がどんどんん減ってるわけヘッジファンドって言って、めちゃくちゃお金を投資家から預かってるお金持ちのこう投資ファンドみたいなのがあるんですよ。そいつがゲームストップ株に売りを仕掛けた。<お>この会社はクソみたいな会社だから株価がもっと下がるに違いない。はい、それを察知したロビンフッドのオタクたちが、俺たちのあの青春時代をあの彩ってくれたゲームストップを助けろそう。で、みんなは給付金をつぎ込んで、 ゲームストップをブワーっと買い出して、ええっつったら株がブワーっと。<laughs> まあお金あまりの減少というのはこういう現象で、で、もっと言うとスマホとかで簡単にビットコインとかそういう上場株の取引ができるようになってるんで、うん、そういうちょっとカオスな状態になってますよねっていう,う面白い現象が起きてますという話でした。